今日はこの2人です。かっこいい T シャツですね。ないノリが悪いですね。欲しいです。あげます。よろしくお願いします。ハードブレーキはこっちがいいんですけど、うん、いやまあでも全体的に言うとこっちです。100R さ、前一番最初乗った時 100R でオーバーステアになっちゃうからちょっときついんだけどさ、はいはい、絶妙絶妙。こういう風になった時にオフできなくなるのよ。前の状態だともう出ていっちゃうと今できるからあの前一番最初の時にワンウェイに来た、あのワンウェイだから強いのがいいっすよって言った時、まあ、結構修正が多かったんだけど、はい、全然2年ぐらい1年半ぐらい前ですかね、はい、ワンウェイのデフをまだ入れてる時に1回乗ってもらったことがあるんですよ、はいはい、頑張ってもらったことがあるんですよ。その時からずっともう2Wayがいい、2Wayがいい。今回の逆 1.5A はまあ言うてみれば 2A みたいなもんじゃないですか。そうですね、はい、これ正解ですね、やっぱりね。あの時のコメント通り、まあ、オフはやっぱりこのぐらい必要で、うん、できるかどうか分かんないけど、オンこんなにいらないと思う。あのね、どういう時ダメかっていうと、ここの B コーナーの立ち上がり3でいけそうなんだけど、3でいくとパワー食われちゃう、うん、で、1周目計測1の時は3でいって、ぶって乗るとトルク食われちゃうんで、買わなくて、で、2を使ったんだけど、もう少しデフォルトしてくれれば、B コーナー3でいけるんだったら、それちょっとやらないとわからないですけど、はいはいはい、そうですね、やっぱりよく言われるのが、ロックしてしまうと、どうしても馬力食われるんでっていうのは言われるので、まあね、こういう車はね、そうですね、まあ、それはそうするんね、だからそこら辺はもっとうまく話をして、まあ、微妙なことを作っても構わない、25度とか、30度とか、そこら辺は作りますんで。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はですね、この富士スピードウェイに来て、まあ、去年からですね、サンタローに、デフを装着して、大橋さんのデュアルコアですね、まあ、今日はですね、OS の出森社長にもお越しいただいて、わざわざね、岡山からお越しいただいたんですけども、あとは、DT ドライバーの松井孝道選手と、
まあ、チューナー代表っていうんですかね、MCR の小林代表と、乗っていただきました。で、サンタロースペック、最終的には、まあ、逆 1.5A、まあ、言ったら 2A ですけど、逆 1.5A、オフ側60という強烈なデフが完成しまして、でなかなかドライで走る機会がなかったんですけども、前回のモテギと、で今回の富士、最終段階のデフ乗っていただいて、はい、まず松井選手乗ったフィーリングどんな感じでした？いいです。いいです。まあ、もちろんいいんですけど、その、まあ、何がいいかって言われると、特に僕感じるのはターンインの時が普通なんかこう多分イメージ皆さんされるのがオフが効くとアンダーみたいな。って思うかもしれないですけど、それが逆に今オフが効かせてることでちゃんと内輪も仕事をしてくれて、実はこうコーナー回ってる時に仕事してるのって、もちろん内輪ももちろん荷重かかって仕事してるんですけど、意外とこう内輪もちゃんと仕事して初めてそのタイヤのグリップを生かせるんで、そこが今こうちゃんと仕事しててハンドルを切ったら切った分回ってくれるっていう、どうしてもそこが浮いたりフリーになっちゃうと内輪が仕事しなくて曲がんなかったりアンダー、逆にアンダーになったり、そこが不安定になってオーバーになったりっていうのがあるんですけど、今そこがしっかり仕事してて単位に関してはそういう動きになってます。もちろんオンガーに関してもオンガー結構まあ元々は FF なんでアンダーが強い抵抗がその車だと思うんですけど、それもこれ逆にオンガーちょっと弱いっていう、まあ、乗ってて弱いとは全然感じないです。正直遠赤に乗っても別に書かないですし、なんでそういったところももうプッシュアンダーっていうところもすごく減っててよく曲がる。で、コーナークリップら辺の、ブレーキもアクセルも踏んでないところに関してもしっかり内輪が仕事してハンドルを切ったら切った分曲がってくれるっていう、特にちっちゃいコーナー、ああいうところってこうどうしてもデフ聞いてるとアンダーとか結構言うことが多いんですけど、1コーナーとか2コーナーの特に回り込んでるようなちっちゃいコーナーではより感じますね、そのデフの仕事してる感じっていうのは。スイフトの子たちが、はい、ステージとなるところが例えば本庄サーキットだったりとか、はい、筑波の線だったり、はい、まあ、大きくても筑波2000ぐらい、はい、でね、今松江選手が言ったように、はい、タイトコーナーが多いところっていうのが比較的この FF のコンパクトカーのステージになると思うんだけど、はい、そういうところですごくいいってことだよね。そうですね、もう結構ちっちゃいところがより感じると思います。なるほど、分かりました、ありがとうございます。はい、小林代表どうですか？まあ、小林代表に関してはこの前のモテギでも乗ってもらってるんですけど、いやーデフはもう文句ないですね。いいでね、オフバー60のオン35っていうとギクシャク感多分すごく出るイメージでみんないると思うんだけど、すごいうまいことですよ。多分それイニシャルですか？イニシャルが低いから、ね、それもそうあると思いますし、いややっぱり車自体がやはりそう変わってきてるなっていうのは思いますね。やっぱりどうしても僕たちとすればLSE 屋なんで、どうしても FF だったら今本当に出てきましたけどワンウェイで、で逆に加速化を効かして走る、で、要するに俗に言うタックインをして急激なコーナリングをするっていうのが今流行りだったんですけど、それがやっぱり今頃の車はやはりその後輪も使って要するにコーナーを抜ける、で少しその APX としてはきつい APX ではなくてかなり FR と同じようなコーナリングをされたりだった方が速いというような、やっぱりその常識が変わってきたというところがやっぱ大きいですよね。でもギクシャク感ないですよね。はい、ないです。僕らも最初はちょっとそのオフ側を効かすというのがどうしてもそのやっぱり今も話に出ましたけど、アンダーが出て曲がらなくなるっていうのが一番怖かったので、でまあ作ったお話をいただいて作ってみたら、いやそうじゃないちゃんと走れるっていうのが僕らとしてはびっくりでしたね。ああ、いやでも非常にいいですよ本当に。そういろんな、いやあまりごましてるわけじゃないですよ。いや本当ちょっとすみません、直球しか投げられない。いや僕としては岡山から来てかなりこういろんなダメ出しを食らって、いや帰って直してきますっていうのを今日期待してきたんですが、はい、今日話を聞いたら丸OKって言われたので帰って何をしようかというのが、いや、いや社長にも三積のビーコーナーとかの試験のところとか
あの35度じゃ足りないんじゃねえかって言われたんですけど、ログで確認して35度で足りてるんで全然いやもうこれ不思議ですね。いやもう全然いいねみたいな。で、お方がもちゃんと効いてるし、肉食感ないし、すごい塗りやすいですね。これは困ったことないから。 GT ドライバーも中南代表のドライバーももう2人のコメントをどこを聞いてもこのスイフトのデフに関してはもう完璧だということで、まあもともと去年から究極の隊員を目指すっていうところをコンセプトで、もう 1way から 1.5way、2way やってきて、やっとここにたどり着いて完成形ということで、まあ大江さんにもね無理言ってとんでもないタムを削ってもらって作ってもらったんですけど、もうこれ晴れて、ずいぶん長くかかりましたけど晴れて完成と、まあ、胸を張って販売していきたいなというふうに思います。でもね、特にね、筑波線だったら1コーナーの進入とかで、本コースだったら最終の飛び込みとかめっちゃ変わりますよ。これ高速の飛び込みの安心感っていうのがすごいよね、はい、大きいです。この間のモテギデンに行ったけど怖いんだよね。ここの A コーナーもいい加減なとこ行ってからだって 50m までアクセル切れるし、 S 体車両割れだもんね、4クラスの進入速度が。でまだ行けそうなんで、まあ、さっきね、あの走行したデータ、ログのデータを3人でこう見ながら、ここがどうだよね、ブレーキ抜かれちゃってるとか、ここデフ効いてるよねっていうのを全部ログを取って、まあ、見ていただいたんで、まあ、あのドライバーのコメントだけじゃなく、きちっと数字で、はい、そうですね、あのずっと去年から数字でこうログを取ってやってるんで、はい、もうあのその人の言ったことではないですよね。もう数字でログで出ちゃってるんで。だから車上に言いやすいっすよね。はいはい、あのね、ビコーナーのところちょっと足りないんじゃないか、うん、いや足りてますよ、うん、数字で見せるよ、うん、そうですね、足りてるよねってなりますからね。いや今回は本当にデータで見せていただいて、いやこの35度で僕としてはちょっと思ってなかったものが十分もうどこも効いてますよ言っていただけたので、本当に僕は胸を張ってこれから新しい開発できますので非常に良かったです。すごいです。あと今回デフがメインなんですけど、はい、実はのクラッチも入ってて、はい、新しく試作のクラッチが入っていて、はい、でこれはまだこれから、はい、ちょっと改良して、より良いものをユーザーに提供していきたいなということで、はい、まあ、OS さんと今やり取りをちょうど始めたばかりのクラッチなんですね、はい、なのでこれもこれからちょっとお二人に意見を聞きながら、はい、開発をして、まあ、ちょっと早急に、ね、製品に、ね、できるように、やっていきますので、またちょっと乗ったフィーリングとか、はい、後ほど聞かせてもらって、早くしてもらいたいね、クラッチね。まあ、なんでかというと、デフやるのに、ミッション下ろすんで、そうですね、コーチ一緒に、コーチで、ね、はい、ダブルチャーじゃない、はいはい、今のものであればすぐ出せるので、はい、でちょっとそのこれからまあそのサーキットとかで、まあ、コマとしての考えもちょっとあるので、それはいろいろお話をさせてもらいながら、今のはやっぱりよりストリートでいいものを出してもらっていますが、やっぱりそのサーキットでは違うものを出したいと思っているので、そこら辺うまく考えていただければ嬉しいです。ああ、でも、あの草レースとかやるとね、シグナルスタートなんで、それは入れたい、絶対。そうですね、ゼロスタートすると、実はうちも、ハイパーミーティングっていう某雑誌社主催のですね、スイフトグラップバトルみたいなのがあった時に、3人のスイフトでやっぱゼロスタートで走っていくので、そのゼロスタートの練習を2発やったらクラッチ滑ったんですよね。でそういったことを経験してるんで、もし例えば草レースで、ゼロスタートでシグナルスタート用意ドンする時に、やっぱり5000回転とか高いところでミートしたいでスタートしたい、1コーナーの進入を1台でも多く抜いておきたいっていう時には、まあ、クラッチは必須になってくると思うんで、まあね、そういう意味では入れた方がいい、はい、そういう遊び方をする方に関してはクラッチは絶対必須だと思うんで、はい、ちょっと大江さんとやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。高道お疲れ様。水森社長もお疲れ様です。お疲れ様です。バイチありがとうございました。はい、お疲れ様です。